シャトルバス。シャトルバスとは、イベントや空港、観光地など、特定の目的地を利用する客を効率的に輸送するため短い間隔で運行するバスのことである。この運行形態については、シャトル運行と呼ぶこともある。英語では、単に、シャトルという、運行系統の相性として、シャトルバスを用いる場合、工事筋例を参照のこともある。食器の日、A。 シャトルシャトルのように短い周期で往復する様子からこの名前がついている。あるいは、ピストンに名ぞらえて、ピストンバス、ピストン運行と称することもあるが、現在の日本語ではあまり使用されなくなった。また実際には、往復輸送ではなく一方向運転や循環運転の場合もある。大量の集客が見込まれるイベント開催時、または来客が集中する。 定例行事の時期に会場と交通結節点を結ぶ臨時型と集客力のある観光地や施設等を結ぶ常設型がある。鉄道のようなインフラを設けることなく効率的に大量輸送が実現でき同時に通常の路線バスなど日常的な交通機関にまで混雑が波及することを回避できる。イベント臨時型ではその場で 実際の来客状況を判断して調整することが多い。一例として利用が多い時には、運行間隔を短くして、参加客をさばいたり、終了時刻が遅れた場合にはそれに合わせて運したり、また利用が少ない場合は運行削減や、中止するなどである。空港常設型では、発着時刻の変更の変更が多く欠航も、あり得る航空便に合わせて運行できる。 鉄道が災害、事故、工事等で普通の場合、その運休区間を代行輸送するバス、バス代行もシャトルバスの形態の一つとみなすことができる。大量の集客が見込まれるイベント開催時、または来客が集中する定例行事の時期、自社への初詣で、悲願時期の霊園への墓参りなどに、会場とターミナル、駅、 バスターミナルなどあるいは駐車場等を結ぶ路線。通常運行される路線の大幅増発として、あるいは通常は運行されない区間への臨時路線として運行される。イベント輸送では、より大きな輸送力を提供するため、イベント会場への送り込みには、イベント会場行きのみ実車、営業運転、ターミナル駅などへは改装とし、イベント終了後は逆の運行として輸送力を確保している。 シャトルバスか、頻回、短距離間を往復することで、結果的に、非とし大量輸送が可能となる。バス事業者が主体的、自主的に運行する場合、路線バスの臨時増発、臨時路線バスとして届け出た上での運行が多い。イベントや、鉄道代替輸送など、利用者が直接運賃を支払わない場合、イベント主催者が支払う場合を含むは、貸し切りバス。 特定輸送を含むとして運行することが多い。なお、イベントなどの主催者自身が送迎の対価を受領しないで送迎を行う場合は、自家用バスによる送迎も可能である。ターミナルを発着する路線は、短時間輸送を行うために、会場から最も近い拠点を発着地とする場合が通例であるが、乗り換えの利便性に考慮して、やや離れたターミナルからの輸送が行われる。 ケースある。大都市圏から中長距離を輸送するバス、幕張メッセと東京駅を結ぶ臨時バスなどもあるが、所要時間や運行本数の観点から言えば、本来のシャトルの意味合いからは、若干離れると考えられる、むしろツアーバスの形態に近いと考えられる。会場と駐車場を結ぶ路線は、会場周辺に大規模な駐車場が確保できず、会場から離れた場所に、 臨時駐車場を設けた場合、あるいは会場周辺の道路が境外な場合などに運行される。会場周辺に自家用車が乗り入れることにより生じる渋滞を緩和させる効果が期待されており、イベントに伴い発生する渋滞が周辺住民に迷惑となることから、イベント実施者に行政や住民などからこれらの対策を要求されることも多い。シャトルバスのうち、 イベント会場と駐車場や駅ターミナル等を結ぶ路線の大半は途中停留所を設けないノンストップ運行であるが利便性を考慮して途中に停留所を設けている場合もある。ただこの場合イベントの規模によっては始発停留所からすでに満員になっている場合があり途中停留所では乗車できないことがある。特殊な事例としては 1996年から1998年までの3年間、神奈川県茅ヶ崎市の茅ヶ崎駅、北口広場工事のため、同広場発着の全バス路線が市役所駐車場に設置された臨時ターミナル発着となり、駅北口から臨時ターミナルまで路線バス利用者を運ぶ無料、シャトルバスが運行されていた例がある。 個別の事例は割愛する、常時交通流動が見込まれる、特定区間、例えば大規模団地や、テーマパークと、最寄り駅の間、あるいは多少離れたにターミナル間などにおいて、シャトルバスと称して、常時運行されることもは、輸送力の面で言えば、例えば路面電車や LRT の方が有効である、ケースもあるが、インフラ整備が間に合わない場合に高頻度運行の、 バスで代替されるものであると言える。シャトルを名乗る、主な路線、あるいはそれに準ずる路線として、以下のような事例がある。このほか空港において、旅客ターミナルが離れた位置に、複数設置されている場合、東京国際空港、成田国際空港、福岡空港などはこれらのターミナルを循環する、シャトルバスを運行することがある。この場合、 通常のバス路線同様有料の場合と、空港管理会社が契約手となり、運賃無料の貸し切り扱いで運行される場合がある。また、マイカーの乗り入れが規制されている地域、乗り倉、上高地等において、あるいはマイカー規制していない地域でも、観光地近くの駐車場が不足している場合に、最寄りの駐車場と観光地を連絡するものも存在する。なお、 リムジンバスは空港と市街地を結ぶシャトルバスの一種と言えるが空港の離着陸本数が少ない場合は航空便に接続した運行のみが行われる場合もあるためシャトルバスの形態とならないケースも多い一般客が乗車可能な通学バスも駅と学校を結ぶシャトルバスの一種と言える楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。